ツインレイの男性がツインレイ女性に対して示す愛情には通常の恋愛や関係とは異なる独自の深さがあります。この特殊な関係は見返りを求めず運命に導かれた存在として相手を尊重する点が際立っています。この独自性によりツインレイ男性の愛情表現や関係の進展は通常のものとは異なり特有の段階をたどります。今回はツインレイ男性がツインレイ女性に対して示す愛情を7つの段階に分けて詳しく解説します。第1段階の愛し方ツインレイの出会い。ツインレイ男性がツインレイ女性に対して示す愛情は7つの段階に分かれます。最初の段階ツインレイの出会いでは魂同士が引き寄せられお互いが適切な場所とタイミングで結ばれます。ツインレイの2人は前世から一途に愛し合ってきた関係であり初対面の瞬間から不思議な感覚に包まれます。ツインレイのサインにはこういったものがあります。初対面にもかかわらず懐かしさを感じる、一目惚れのような衝撃を受ける、視線が合うと瞳に吸い込まれる。ツインレイ同士はこの段階ですぐにお互いを魂のレベルで理解し合います。また出会いの前後にはシンクロニシティ偶然の一致が増えゾロ目をよく見るようになり直感が強まって仕事が順調に進むようになるといったスピリチュアルな体験も現れます。この出会いの瞬間からツインレイ男性は愛情表現や恋愛に対する考え方が根本的に変わります。ツインレイ女性に出会ったばかりの男性は積極的にアプローチを開始します。しかしまだ彼女が運命の人であるかどうかを確信する段階ではありません。ここでお互いに好意を抱き始める次の段階でツインレイの愛し方がテストされることになります。第2段階の愛し方愛情のテスト。ツインレイの愛の旅において2人に訪れる次なる段階はテストです。この段階では相手が単なる恋人以上の特別な存在である可能性を自覚し愛情を試す時期に入ります。ツインレイ同士は以前高次元の世界でパートナーとして結ばれていました。しかし物質的な地球に転生した今外見や社会的な評価など3次元の基準を乗り越えて愛し合うことができるかどうかをテストし合う時期がやってきたのです。テストの段階ではツインレイ男性は3次元のルールや価値観、世間の期待とそれを超越する愛情との間で葛藤を始めます。例えば既婚者でありながら相手に強い愛情を感じる場合社会のルールに対する不満や好きになってしまうことへの葛藤が生じることもあります。ツインレイ男性は自身の感情と社会的な制約との間で揺れ動きながら相手にとって最良の存在であるように努力します。同時にツインレイ女性も同じく葛藤を抱えお互いの愛し方が3次元の概念に縛られることで複雑に絡み合います。この段階では一方的な愛し方やエゴが交錯し2人の関係に危機が生じることがあります。しかしこれは進化の過程でありお互いが自身の成長と愛の本質に気づくきっかけともなります。愛のテストを乗り越えればより深い結びつきが生まれることでしょう。第3段階の愛し方危機。ツインレイの愛の旅において次なるステージは危機です。ここで言う危機は単純に仲違いを指します。一緒にいたいけれども現実と理想のギャップに悩みお互いの恋愛観や人生観に変化が生じる時期です。危機の段階ではツインレイ同士が無条件の愛を交わすための準備が整います。価値観の衝突が原因となることがありこれは年齢差や片方が既婚者であるなど三次元的な時間や制約によるものです。どんな状況でもお互いを愛し合うためにはこれまでの条件付きの愛を手放す必要があります。危機の段階でのツインレイ男性の愛し方は
これまでの恋愛で培った条件付きの愛に疑問を感じ、無条件の愛を追求する心の変化が見られます。例えば、年の差や既婚者であるといった制約に対し、どの状況でもお互いを受け入れ、愛することに焦点を当てるようになります。この時期は、お互いの成長と変化に対応するための重要な時点であり、ツインレイ同士が深い結びつきを築く契機となります。古い恋愛観や制約を手放すことで、より純粋で真の愛が芽生えるでしょう。第4段階の愛し方サイレント期間。危機を乗り越えたツインレイに迎えるべき次の段階が、サイレント期間です。サイレント期間は、ツインレイの2人が一時的に連絡を断ち、執着から解放されて自立するための試練となります。一般的に、この期間に、ツインレイ男性は、ランナーと呼ばれ、ツインレイ女性から離れる傾向があります。この離れることで、物理的かつ精神的に自立し、無条件の愛を与えるために、魂を成長させていくのです。サイレント期間中のツインレイ男性は、彼女を真摯に愛し、愛されたいという気持ちと同時に、自分には愛される資格がないという悲観的な考えにとらわれ、愛することが苦痛であると感じ、逃げ出してしまうことがあります。彼は常に彼女を愛したいという本心を抱えながらも、自分自身に対する不安や自己評価の低さから愛を避ける傾向が見受けられます。サイレント期間の長さは個人差がありますが、この期間はお互いの執着を手放し、成長するための努力をする重要な時間です。両者がこの試練を通じて自己を見つめ直し、深い理解と愛を築いていくことでしょう。第5段階の愛し方執着の手放し、ツインレイの2人は、サイレント期間が終わりに近づくほど、執着心や依存関係などを徐々に手放していきます。サイレント期間は、物質に縛られない、高次元の愛し方を思い出すための疑似体験とも言えます。お互いの状況がわからない状態でありながらも、愛し合うために2人はサイレント期間を乗り越えようと努力します。この期間を通じて、彼らは物質的な制約を超え、高次元の愛を再び感じるようになります。手放しの段階に進むツインレイ男性は、執着心から解放され自立しつつあります。彼は非常に穏やかな愛し方に変化し、彼女が元気でいてくれればそれでいい、といった、条件や見返りを求めない、無条件の愛を身につけようとしています。この段階では、お互いに対して依存することなく、自己完結した存在としての愛が芽生えています。サイレント期間が終わり、二人が再会する瞬間は、スピリチュアルな覚醒を体験する重要な瞬間となります。物質的な要素から解放され、高次元の結びつきを再確認し、共に成長していく準備が整うでしょう。第6段階の愛し方ツインレイの魂の覚醒。ツインレイの第6段階である覚醒では、2人は高次元の価値観に目覚めます。この段階では、3次元の常識やルールを守りつつも、それに縛られることで悩んだり苦しんだりすることはなくなります。お互いを責めたりすることもなく、相手の選択や状況を尊重し合います。さらに、2つに分かれた魂が1つに統合し始め、ワンネス全ては1つであるという、この世の摂理を体験することもあります。物質的な制約や3次元の壁を越え、魂の深層部で結ばれた絆が感じられるようになります。この時のツインレイ男性の愛し方は、一人の人間としても、ツインレイの片割れとしても完全に自立しています。彼は相手に依存することなく、お互いの存在を尊重し、共に歩む未来に向けて進んでいきます。物理的な距離や制約にとらわれず、深い魂のつながりを通じて、真の意味での愛と理解が芽生えているのです。覚醒後のツインレイ男性の愛し方は、完全に自立した愛情です。これは、
ツインレイ女性がどんな状況であっても無条件に愛することを意味します。従来の条件付きの愛から解放され、ツインレイ男性の愛は制限されることがありません。例えば、言うことを聞いてくれないから嫌い、や見た目が好きじゃなくなったから別れたいといった条件がなくなります。ツインレイ男性は相手を純粋に受け入れ、その存在そのものを愛することができます。この段階では物理的な要素や外部の影響に左右されず、魂の深い結びつきと尊重が支配的です。ツインレイ男性は相手に対して執着せず、依存することなく、真の自己としての存在を確立します。これが覚醒後のツインレイ男性の愛し方であり、ツインレイの関係はより高次元な愛と理解に満ちたものとなります。最終段階の愛し方、魂の統合。魂の統合はツインレイの二人の魂が完全に一つになる最終的な段階です。この段階に達すると、二人の関係は地球の基準では測れない高次元なものに変化します。ツインレイの統合は、お互いが別々の人と結婚している場合でも不倫することなく、魂のレベルで愛し合うことが可能です。この関係は物理的な制約を超越し、魂の深いつながりと尊重に満ちたものとなります。統合後のツインレイ男性の愛し方は、ツインレイ女性の意思を完全に尊重するものに変化します。魂が統合することで、お互いの愛情や望みを潜在意識で理解し合えるようになります。ツインレイ男性はパートナーの幸せを第一に考え、相手の願いや欲求を真剣に受け止めます。様々な試練や困難を経て、ツインレイの二人は最終的に絶対的な愛情をお互いに与え合うことができるようになるでしょう。物理的な障害や外部の影響を超越し、魂が統合されたツインレイの関係は、究極の愛と理解に満ち溢れるものとなります。ツインレイ男性の愛し方は、まさに山あり谷ありの旅です。数々の試練や困難を経て、最終的にはその山を越え、宇宙まで達するほどの絶対的な愛をお互いに与え合うことができるようになります。この旅は時には葛藤や迷いに満ち、時には別離や試練によって心を揺さぶられることでしょう。しかし、その過程こそがツインレイ同士が真の愛を見つけ、成長し、統合していくための重要な一部なのです。最終的にツインレイ女性はツインレイ男性の深い愛を全身全霊で受け入れます。これは条件や制約に縛られない純粋で無償の愛情です。ツインレイ女性はただ二人の幸せを望み、お互いにとっての最高の存在として愛と理解に満ちた人生を共有しましょう。ツインレイの愛は物理的な枠を超越し、魂が一つになるという究極の目標に向かって歩む旅路です。これは宇宙的で神聖な結びつきであり、お互いを尊重し合いながら愛と調和に満ちた人生を共有することができるでしょう。